ップのプップップ。皆さんこんばんは、まゆです。みおんです。2人合わせてチェリップです。さあ7月26日チェリップのプップップ始まりました。はい、この番組は休日のひとときをあなたとチェリップでプププッと過ごす番組です。はい、今日のテーマはリフレッシュということで、まゆ一言。リフレッシュ、みんなのおかげでリフレッシュ。あ、ちょっといい感じでまとめました。あ、なんか外がワイワイとしています。今週もですね、先週に引き続き公開収録をしたので、うん、そうです。なんかちょっとところどころこうやって外に語りかける部分が出てまいりますが、そうですね、皆さんもそこにいる気分で今日も最後まで味わっていただけたらいいかなと思います、うん、今日も最後までよろしくお願いします。チェリップのプープープー、ようこそいらっしゃいませ。こちら漫画王国鳥取広報課です。何言いましたみたいな言いましたね。いや、なんか今回のこのコーナーはですね、うん、外のねスタジオで見てくださっているみんなと決めたんですけど、そうそう、出してもらうんですけどアイデアを、うん、マユとミヨンが全く知らないというね。そうそうそう、なかなかね、ね、クリーミーマミとかマユが好きだからと思って提案してくれたんですけど、マユがキャラクターが好きそれだけとか、ね、うん、なんともチェリップらしい感じで、そうそうそう、結局自分たちがちょっと知ってるやつに落ち着きました、うん、すいません、はい、でこのコーナーの説明をまずやりたいと思います、うん、コーナーをねこの7月から一新したんですけど、私たちは漫画王国鳥取スペシャルサポーターということで、そう、引き継いで7月からもこのコーナーはやっていきます。そうなんです。で、私たちがおすすめする漫画やアニメを紹介して、うん、リスナーの皆さんが漫画やアニメに触れるきっかけを作っていこうじゃないかというコーナーになっております。そうです、そうです、ドヤ顔です。うん、で今日ご紹介するアニメ漫画は、はい、空知秀明先生の銀魂、うん、そうです。ちょっとは聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけど、ね、すごい長いんですよ、なんかアニメも漫画もすごい続いてて、うん、 だね、うん、だからあらすじをなんか考えようとしてもすごく難しくて、なのでこれは前とみゆが知っていることを徐々に喋っていくという、うん、うん、今までにないパターンになりますかね、はい、でなんか銀魂のね、まずね、なんかジャンルっていうのが面白いんだよ。SF 時代劇コメディ、ギャグ、バトルアクションってどんなジャンルやねんって思って。めっちゃジャンル入ってるじゃん、でもいろんな、ね、うん、近未来のお話ですね、うん、なんかお侍さんとかがいるのをそのまま時代は近代化してきて、うん、でなんかピューンって空とか飛んでるって言ったらあれだけど、何、あ、そうだね、うん、なんかいろんな近未来、今より今のこの平成よりもちょっと進歩してる技術があるんだけど、みんなお侍さんとかっていうね、そう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 、変わった設定で、うん、でそうそう、銀さんがよろず屋で、うん、まあ何でも屋さんなんですよ、うん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 、で新八と神楽っていう、うん、まあ、相方を引き連れてですね、そうそうそう、3人で活動をしていて、うん、でそこで起こるいろんなことを、そう、漫画やアニメで、うん、つらつらと、うん、ね、放送して放送しておりますね。銀魂はでも飽きないよね。飽きない、1個が短いから。そうそうそう、アニメって A パート B パートってあって30分で前半後半あるじゃないですか、下手したらその前半だけで2つのお話とか来る時もあるし、うんうんうん、かと思いきやなんか10話分くらい続く結構重いお話とか来たりするから、うんうん、なんかテンポが良くて、とりあえずそう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 、すごく見やすいアニメです。めっちゃ面白いしな、もうあれ面白いだけど、でもあれだよね、劇場版みたいなやつはめっちゃ泣けるへん。そうミオンね、うん、あの何だっけ、さっきも話してたけど、土方藤四郎っていうね、うん、新選組がちょっともじってあるやつらが出てくるんですよ。で沖田さん、沖田いるじゃないですか、ね、の、うん、お姉ちゃんとその藤四郎さんがいい感じだったけど、うん、あれか、なんかその、分かる分かる、奥さんじゃ、そのお姉ちゃんがなんか悪いやつらと結婚することになって、うんうんうん、でそれを知ってるから藤四郎さんは、うんうん、その幸せになるはずだった相手をあのちょっとやりに行くみたいなのがあって、すごい泣ける、すっごい泣けるだって。あれだよね、でもあれだよね、すごい辛いのが好きなお姉ちゃんだよね。そう、なんかめっちゃタバスコとか、マユみたい、ほんとマユみたいな人で。そうそう、でもあの人あれじゃない、死んじゃうよね。そうなの、そうなの、まさかの
そう、銀魂の笑いばっかりだと思ったら、ああいうところで落としどころをつけてくるからね、うんうん、なんかねすごい、そうそう、だからとりあえずテンポがいいの何が言いたいか、起きたら殴られるけんな。なあ、そう、うめっちゃすごい、うん、あれは泣ける、あれは見るべき、あれは見るべき。前おすすめのあれはない？何おすすめのあれって？場所はないの？場所？一緒見ると、やっぱりここが山らしいですね、うん、皆さん。そう、だからちょっとその辺を検索して、うん、あれだよ、病院で血を吹くとこでしょ。血を吹くとこ、血吹いて、血吹いて、その土方さんが屋上でめっちゃ辛いせんべい食べながら泣いてるとこ。あ、そうなの。そうそう、自分泣いてませんよみたいな、辛いやつ、辛いやつ食べてるから泣いてるのよみたいな、うんうんうん、そう、あれはめっちゃやばかったね。なんかね、いい感じに男臭さが出てて、うん、なんか感じますね、私たちが普段見えないところで、うん、みんな男性の方はこういう感じでなんか思ってるのかなみたいな、うんうんうん、男臭さとか出てるので、なんかすごいずっしりくる。 あれだ、新八んちでなんか新選組のみんなでスイカ食べてるのが一番あるかも。なんかじんわりくる、ちょっとわけがわかんない、ちょっと大雑把すぎて区切りが。そう、スイカ食べてるのはそれで、なんかその新、違う、そのなんだっけ、お姉ちゃんと土方さんがじゃれ合ってるのがよかった。終わり。なんか女子的にも、はい、女子的にもグッとくるし、そうそう、多分男性的にもグッとくると思うので、そうそう、ぜひみんなに見てほしいなと思います、うん、そうですね。で、うん、私たちのセカンドシングルがね、7月16日に発売になりまして、はい、でも新曲だけじゃなくて、私たちのファーストもね、うん、聴いていただきたいなということで、うん、まずはこの曲を聴いていただこうかなと思います、はい、聴いてください。チェリップでチェチェチェリップ魔法の言葉。
今回はですね、最初にも言ったんですけど、公開収録をしていてですね、曲中にもみんながこの曲に乗ってワイワイとしてくれて、で2番が終わって、あの C メロに行く前にね、あのいつもライブとかでハイタッチするんですよ。それをなんか私たちがいないのに真似してやってるから、本当にどういうこと、取らないに私たちのポジション、本当だよ、本当の参加したかった変だって、そっちに行って、そこだけ出ていこうかと思った。イエーイとか言って、本当そんな感じで楽しい感じで収録をしていますが、ここからはですね、まゆの問題の、はいはい、大丈夫大丈夫、メッセージ読むところが始まるんですけど、大丈夫ですか？読んだから、うん、下読み大丈夫ですか？一度読みしたから、一度読みしたそうなので期待してください、はい、皆さん。じゃあメッセージ読みます。ラジオネーム時宗さんです。時宗さんです。まゆみよん番組スタッフの皆様こんばんは。こんばんは。6月7日兵庫県イオンモール小屋でのイベントお疲れ様でした。ありがとうございます。兵庫県を代表して県の魅力を PR するイベントだったので、責任重大で緊張もしたのではないでしょうか。うん。でも当日は平井県知事やトリピーらと一緒に鳥取の特産や観光の魅力をたくさん PR するとともに、チェリップのチェリップ自身の PR もできたね。落ち着いた MC でうまくお客様に伝わったんじゃないかなって思います。参加した僕らもとても楽しかったです。一緒に遠征してくれた愛宅さんにも感謝、個人名めっちゃ出す剣を立てたチームの絆も強くなるばかりです。あ、そういえばまゆ、抽選で引き当ててくれてありがとう。ちょっとびっくりで面白かったです。ではではだって、バイバイ。いやいや、バイバイじゃなくて、ちょっとちっちゃい声で、うん、なんこれって1個確認したの聞こえましたかね、なんこれ結構なんか難しい字があるね、これ結構。え、そうなの？多分まあでも、眉的にはうまく読めて満足しているので、はい、OK ですか。そしてこの話題がちょっと続きますよね。そうだね、いきましょう。はい、パートン、あとネゴバグさんね。はーい、Thank you. Thank you. ね、まゆ様、みおん様、みおん姫、こんばんは。なんで間違えた？7月5日にイオン伊丹小屋店で行われた鳥取フェアに参加しました。はい。この日はイオンの店内でのイベントということで、普段のライブと違い一般のお客さんの前でのライブとなりましたね。はい。みおん姫のツイッターに、一般のお客さんの前で歌うことは漫画王国で歌ってた頃を思い出し初心に戻ることができたとありました。うん。チェリップを全く知らない鳥取にアイドルなんているの？的な空気の中一生懸命歌い踊る姿はとても感動的でした。うん。2人は緊張するどころか、上の階のお客さんにもアピールする余裕も見せていて、はい、また一つ成長したなと感じました。うん。今回初兵庫ということでしたが、得られるものはたくさんあったと思います。はい。お二人はこの兵庫の地でのイベントどのように感じましたか？だって、あ、こっちじゃない、こっちだ。うん、なんで外に振ったちょっと不意に振ってみたから、うん、そうちょっとまあ置いといて、もう一個このそうだね、ついてのやつが来てるから、それも読みますか。うん、日本が読む。いや違う、あ、前が読む。そうあいたくさんね。はい。前ミオンラジオ頑張ってる？頑張ってます。痛み小屋での鳥取フェア盛り上がりましたね。たくさんの方々にシェリップを見ていただける機会だし、うん、鳥取を PR できる素晴らしいイベントだったよね。はい。スイカの衣装、ガイナーレユニ、どちらも入るね。スイカの実担当ミオン、スイカの皮担当マイ、グッドでした。楽しかったです。ありがとうございました。またこういうイベント参加できることを祈って、わーっていう顔文字わーっていう顔文字まで、そうそう、読んでいただいて、うん、で、まずはこの兵庫の地でのイベントどのように感じましたか？どのように感じましたか？いや、なんか、うん、みんな今日は声出せなくてごめんねみたいな感じで、うん、物販の時とかね、いてきてくださったんですけど、あ、だからそれこそ漫画王国の時とかはそれこそもう全然チェリップ知らないし、地方アイドルもね、まだあんまちゃんとかやってないから全然有名じゃなくって、うん、本当にもう県内なのにアウェーみたいな感じでずっとやってたから、うん、なんていうのかな、それでも見てくれる人がいるありがたさっていうのはすごい分かってるから、いてくれるだけで、しかもね、鳥取とか岡山からわざわざね来てくれたっていう、それだけでもうなんていうの、心満たされますから、だからいてくれるだけですごい力強いですよ。いつもありがとうみんな。いつもありがとうみんな。だってなんでやねん、なんかよしよしされてる。
よしよしされている。あそこは何の絆があるんだろうね。ねえ、なんかファン同士でなんかね、うん、兄弟っていうかな、恋人みたいなんだよね。もうもはやラブラブしてるから、どういうこと、そうそうそう、私たち差し置いてぴょんぴょんしてる、うん、あら、かわいいかわいい、あっちが女かな。ラブラブしてるわ、うんうん、ね、はい、なんと次なんかもうちょっと来てたよね、なんか緊張もしたのではないでしょうかって、うん、県のイベントで。そうだね、まあそれ県のイベントなので緊張はしますね。緊張はないな、知事がいるもん。知事もいるもん。知事がいますもん、だってね。いらっしゃいますもんね。そう。で、やっぱり、うん、まあ私たちに全てかかってるってわけじゃないですけど、うん、でも一応そういうわけですから、鳥取の地方アイドルっていう、うん、枕言葉ついてるわけですから、しくじるわけにはいきませんからね、うん、そこで。でもそれを考えたら、うん、なんかなかなかね落ち着いて緊張したにもかかわらず、うん、でそうそうそう、いつも早口だって言われてるから、うん、それもちゃんと心がけてこう語りかけるようにね、うん、MC しようって思ってたので、うん、まあ、動画をねそれこそ言ってくれた方がアップしてるのでわかると思うけど、そうだね、語りかけて言えたかなって思うので、うん、伝えるべきことは伝えられたのではないかなと思っておりますが、はい、どうでしょうか、その辺の感想とかをまた聞きたいところですね。そうですね、お待ちしておりますよ。今結構あれだね、前の話になっちゃうね、本当前になっちゃうけど、うん、そういう MC どうですか、うんうんうん、みたいな、こうした方がいいんじゃないなみたいな募集してますので、うん、こうした方がいいんじゃないかって。いやずっとなんか怖いわ。怖い。ソフトリーにお願いします。ソフトリーに、その宛先はまゆが教えてくれます。番組へのメッセージを募集しています。とりあえず FM チェリップのブブブ宛てにメッセージを送ってください。大丈夫。メールは 798@darazfm.com、 ファックスは 0859-21-7878 です。今ブースの中にあるこの読むやつを見るためにすごい突進して、まさかのガラスにぶつかるっていう、大丈夫、なんという気合でしょうか。ありがとう。Thank you。 そしてもう一つね、はい、あるんですよ。あ、これそれです。 あなたに渡しました。はいはいはい。りょうさんです。はい、ありがとうございます。まゆみょん、おめでとう。おめでとう。え、何が、結婚おめでとう。 ありがとう。そうだ、まだまだこの前のメール、うん、それでやったな。あ、そっかそっか、夢の町田でのライブが決定しましたねっていう、おめでとうだね。はい、はい、新曲を引き下げて町田の皆さんにチェリップの歌を届ける時がさらにやってきましたね。さらにかな、これ。あ、ついにだ、ついにやってきました。はい、今度はチェリップが、ミラクルマーチのメンバーと町田市民の皆さんに恩返しをする番ですね。そうです。前に全身チェリップーだって。そうやって書いてあるんだ。そうやって書いてあるんだ。もうチェリップーってやって、ありがとう。オッケー。ほんとだ、うん、テリプーあげーってなってるけど、次の絵文字が読めなくて四角になってます。皆さん絵文字を送るときは注意してください。パソコンのメールでは反映されません。そうそうそう、反映されません。ね、そうなんですよ。まず8月のなんかすごいよね、東京にすごい近くで行けるよ。そうそう、8月の9日から行けるのかな、うん、うん、そう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 。で、そっちはこちらアイドルレボリューションって言って、うん、でそれこそお取り寄せ図鑑でお世話になった川崎神社小町さんとかもいらっしゃるし、うん、なのでまたなんかお礼が言いたいね、時を超えて、うん、あの時ありがとうございました、ありがとうございましたとか、え、誰でしたっけとかだったらさ、いや、それは困るけどな。とか、うん、それこそミラクルマーチさんはね、先週もちょっと話したんですけど、うん、そうだね、もう大量の町田市民さんと共に米子にやってきてくれていますから、うん、米子市民も町田に行く時が来ましたよ、皆さん、イエイイエイ、一緒に行きましょう。いや、夏休みですので観光とかとね、同時にね、そして私たちが、あの県外遠征でいつもどんなステージをしているのかっていうのをね、うん、ちょっと見ていただけたらそれも嬉しいなって思うので、うん、ぜひ来ていただきたいなっていうのと、次の日、ね、8月10日の5時からはですね、うん、ガイナーレ鳥取がなんとこれも縁です ね、 そうだね、町田ゼルビアさんと試合をねするんですよ、ウェイで、うん、私たちもなんとそれに応援に行くことになりまして、すごくない、しかもゼルビアさんのご好意もあって、その現場でライブをミラクルマーチさんと一緒にさせていただくことになりました。なりましたよ、すごいね、すごいことです。縁だね、縁、うん、縁だね、すごい、すごいことですよ。なのでちょっとそちらも、うん、
やっぱりアウェーなので鳥取県民少ないと思いますから、もう県民とか関係ありません。チェリップを応援しガイナーレを応援する志のあるものはぜひ一緒に行きましょうということで、今目が合った人は多分来るなと思うのでぜひよろしくお願いします。じゃあ、はい、これを聞いて結束力を高めようじゃないか、ね、みんなということで聞いてください。チェリップでアシンメトリー。
外収録を行っているということで、曲中もみんな湧いてくれていて、Thank you. ガラス越しですけど熱いものがありますので踊るね。ありがとうございます。でイベントの告知もねここでしていきたいと思いますが、うん、これはもう何にせよ前撮りなので全然予定が詳細が分かっておりません。で8月2日土曜日県内イベント予定、8月3日日曜日県内イベント予定と、うん、県内イベント予定が続いて続いております。夏暑い時期ですが鳥取に来てテリップを見ましょう、うん、やばいね、もう8月になるんだ。ふうだがん、やばいじゃん、もう7月の中盤じゃん、今ね、今はね、やばいやばい、もう真夏になってくるね、テンション上がるね、もう真夏でしょ、イエーイ、もうみんなついてこれてませんけど今は大丈夫だよね。ねえ、もうほんと2本続けて撮ってるのをね見ていただいてるので時間も結構遅くなりつつありますが、皆さん元気があってありがとうございます。元気ね、男の子ね、みんなね、何目線親戚のおばちゃんみたいですけどイエーイ、夜だよね、夜はこれから、どういうことだよね、放送はもう夜はもう更けてます、だんだんもう深夜ですけどね、夜といってもそうだね。なので皆さんしっかりね寝てお肌をケアしてください。お肌ケアしてくださいって言ったらみんながほっぺペチペチでも肌綺麗率高いよね、本当それ元気、あれだよ、元気だから、よく活発だから代謝が良くなるのかな。そうそうそう、ちょっと見習って私たちも新曲どんどんね踊ってそうね、行こうと思います、はい、新曲はライブ販売以外にもですねネット販売の方も通販がね始まろうとしているらしいので、うん、ぜひぜひこのラジオを聞いていてまだゲットできてない方はゲットしてほしいなと思います。はい、それでは今日は本当もう遅いのでねラジオ流れてるのは見ようかなと思います、うん、 ね、それでは皆さん、はい、おやすみなさい。まゆです。みょんです。2人合わせてチリップでした。バイバイ。